続いては練馬区から西武池袋線の江古田駅南口広場で行われたちょっと変わった演奏会の話題をお届けします。それはゴミになる運命だったものを使ってオリジナル楽器を作りみんなで楽しく演奏するというもの。江古田駅周辺の店舗などでさまざまなアートイベントが展開された江古田の街の芸術祭の一環としてエコットプロジェクトが行ったものです。材料は普段から身近にあるゴミとして捨てられるもの。子どもたちが工作をすると空き缶にストローをつけた笛やペットボトルに小石を詰めたマラカス、ティッシュ箱の上に木材の切れ端を並べた木琴などに生まれ変わりました。その後子どもたちは大人たちが奏でるピアノやフルートなどのメロディーに合わせ演奏を楽しみました。こういったものでもステージにこうやって子どもと一緒に遊んだりとかで、まあ、使い終わった後は資源として出せばちゃんとしてまたリサイクルできるので、まあ、ゴミをゴミとしてしない、ゴミは資源にもなるということをですね、子どもたちにも知ってもらいたいなと思って始めました。